なんでアメリカンドッグなんだろうね。アメリカンって感じがするんだろうね、きっとね。コンビニの定番メニュー食べ比べクイズ。さて今回はファミマ、ローソン、セブンのアメリカンドッグを食べ比べたいと思います。アメリカンドッグ大好き大好き。あ、やべえ、これ全部見た目一緒じゃね。あはあは、オッケー。見た目だけでファミマ、ローソン、セブン、アメリカンドッグを割ったところって見たことないかも。見たことないよね。アメリカンドッグいただきます。おいしい。ちょっと甘いね、パンが甘い。とりあえず食べて。そんな魚肉？魚肉？魚肉じゃないの？もう生地はカリふわっとしてる感じですね、表面がね。パクッとしてる。甘じょっぱくてバランス取れてるなって感じがする。美味しかった。あれ、お腹いっぱいにならない？大丈夫？生地がぎっしりしてる。なんかこっちの方がもっと甘そうな感じする、香り的には。あ、パリパリ。うんうんうん、おサクサクね。あ、これはなんか、あれこっちより甘い？これ美味しい。こっちの方がソーセージの主張が強いっていうか、2人合わせてアメリカンドッグって感じがしてる。これこんな感じです。白いですね、かなり。こいつが声出せるならアメリカンドーって感じ。なあ、ソプラノ、アルト、ベースっていうかバックアップシンガー。ああ、オッケーオッケー。俺これ一番好きかも。生地がしっとりしてる。一番甘かったのはこれじゃない、うん、でこれが一番甘さ控えめで大人のアメリカンドッグ。どれが一番好きだった？俺もこれかこれだね、選ぶんだった、うん、これね、美味しいんだけどちょっとね、甘すぎちゃうんだな。ちょっと甘い、ね、甘いよね、うん、子供向けかも。子供は喜びそうね。せーの、うん、ファミマ、セブン、ローソン。あー、ローソン、セブン、ファミマ、ローソン。あ、なんて言った？ローソン。あ、じゃあ同じだ。同じだ。僕はファミマだと。ローソン、セブンじゃないかな。ローソン。ういー。外しちゃった。セブン。イエーイ。イエーイ、ベイビー、カモン。セブン当たった。ファミマ？ファミマ。あー、俺外れた。全部外れちゃった。そう、ローソンとファミマはね、いつもね、焼いてる跡がついてるのよ。普段食べないものはやっぱ分かんないんだね。とりあえずアメリカンドッグ、なんでアメリカンか教えてください。教えてください。アメリカンが作ってるドッグじゃん。それでアメリカンドッグが生まれたっていう。フェイクニュース。